大丈夫？うん。はい、行きます。5432、ね、こんにちは。ワンカルチャルです。そしてパパチャルです。今学校から帰ってきました。はい、はい、おかえり。ただいま。今日の学校どうだった？楽しかった。楽しかった、よかった。今日は自主練をする予定だったんですが、うん、結構雨が降っとってね、うんうん、パパチャルも大事な試合があるし、ハノチャルも試合があるので、うん、今日はこの間の試合の振り返り動画を撮っていこうかなと思います。はい。何持ってるの？ケニー、ポケモングミ。おやつ食べる。いただきます。うん、美味しい。何味？リンゴ。リンゴ。うん、美味しい。はい、じゃあ早速この間の試合のことについてお話ししていきましょう。ナイスキーパー。はい、おやつ食べ終わった。美味しかった。美味しかった。はい、最近さ、ウィナーズとかリベンジャーズの試合が終わった後に選手たちが振り返り動画みたいな感じで撮ってるじゃん。うん。まああんな感じでわかるでしょ。うん。はい。はい、じゃあ、まずあの試合は3ヶ月ぶりの試合だったんだけど、うん、どうだった？すごく楽しかった。楽しかった。だけど試合前は緊張してた。緊張してたよね。前日から1時間ぐらい布団の中で明日楽しみって言いながらもやっぱ緊張してた。うん、そっか。それで初めはベンチスタートだったんだけど、うん、どんな気持ちだった？なんかね、0失点で抑えたいなとか。うん、そっか。試合に早く出たいなとか思ってたんでしょ。あの試合はアンダー10、まあ4年生主体のゲームで、うん、うん、カノチャルは2年生でしょ、うん、実際、うん、うん、年上のゴールキーパーの子がいるからね、初めは試合出れなかったんだけど、うん、うん、20分ハーフの2試合してそのうちの4分の1ぐらいの試合に出たんだけど、全部で何失点ぐらいしたの？5失点ぐらい。うん、結構したよね。パパチャルも覚えてないけど、うん、まあちょっと iPhone の高音注意で撮れてないところで失点したりとかもしてたから、全てを動画にはしきれなかったんだけど、うん、うん、久しぶりにカノチャルが試合している姿を見てね、パパチャルも嬉しかったし、すごいこう感動した。よく頑張ってるな、うん、じゃあ試合入った時にはどんな気持ちだった？緊張があったんだけど、うん、まあやっぱゴールとかに立つと絶対決められたくない気持ち持ってた。そうか。まあでも一番初めの失点覚えてる？覚えてる。どんな感じだった？ゴールキックで。ゴールキックでね。ニャ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 キナ。お尻映ってるよキナ。ゴールキックを蹴った時に相手に渡しちゃったけ、うん、そうだよ、そうだよね。それで決められちゃったんだよね、うん、うん。じゃあそのゴールキックの前から少しちょっとね見てください。はい。全部見た。はい、まずゴールキックになったのはさ、サイドをえぐってきてシュート打たれたじゃん。あの対応すごく良かったと思う、ね、しっかりいい場所にポジション取って、反応もして枠に入らずシュートで、ゴールキックになったんだよね。どうすれば良かったの？
できるだけ相手がいないところには。そうだね、相手がいないところに蹴ったりとかね。ペナルティエリアの中に味方って入っていいの？入っちゃダメなの？入っていいよね。したら近くまで来てもらってパスを出すとかね。その後監督から言われてそういう風にしたんだよね。うん、そういう風にこれからしていこう。だけど一番いいのはやっぱカノチャルがゴールキックをしっかり蹴れることだと思うから、どういう練習した方がいいかな。ゴールにいっぱい蹴る練習。ああ、家の自主練とかだったらね、パス置いてしっかりね蹴ったりとか。そうだね、パスの練習とかこれからしていきましょう。はい、はい、じゃあ失点のところは特にもうね、また後ほどパパちゃんと2人で、ね、確認しながらねこう見ていくんだけど、止めれたところ今回振り返っていこうかなと思います。はい、はい、まず1対1で止めたシーン覚えてる？うん、どんな感じで止めたの？こうやって前に出て、うん、そうだね、相手がシュートを打つ前にしっかり詰めて、でシュートを打たれてそれを体にね当てたシーン、ちょっと一回見てください。はい、このシーンどうだった？とってもなんかこれ詰めた方がいいのかなと思って、うん、でも相手はもう入ってきてるから、うん、もうここで止まっとくのも決められちゃいそうだったから前に出て、多分自分で止めに行った。そういう風に考えて前に出たんや。すごいじゃん、うん、この時止めた時どうだった？やっぱ前に出てよかったと思った。思った？でも体に当たってるじゃん、シュート打たれて。あれは痛くない？痛くない怖くもない？怖くもない。すごいじゃん、ナイスキーだったね。うん、うん、じゃあ次なんだけど、うん、次はごめんね、ごめんね、キナ気になるんでカメラがねよし、ちょっと離れよっか、キナね。そしたらね、はい、じゃあ次なんだけど、うん、次は1回目シュート打たれて、うん、弾いてその後セカンドボール行ったシーン覚えてる？それはちょっと覚えてない。ちょっと覚えてる。じゃあちょっとこれ見てください。見れた？うん、 OK。 はい、じゃあこのシーンなんだけど、うん、シュートを打たれて1回目だけど弾いちゃったじゃん。その後2回目止めたけど、うん、これどんな状況だった？相手に攻められてて、うん、だけど1回打たれた時にはコラプシングみたいなのしたの、うん、その後にまた打たれた時に次は止めなきゃペンギだと思ってこうやってパシッて取れてやった。足元にね、うん、よく飛び込んでいけたねこれ。うん、怖くなかった？怖くなかったすごいしもうこれ多分足元に行かなかったらシュート決められてると思うから。セカンドが早かったね、一回倒れたけどその後すぐに立ち上がって、うん、すごいいいプレーだと、ね、じゃあ最後にさ、うん、この試合の中で、うん、ね、カノチャルがスーパーセーブできたって言ったプレーなんだけど、うん、覚えてる？覚えてる。それ覚えてる。じゃあちょっと一回見て。ぎっしり、しっかりじゃん。あ、間違えた。バスケ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 。はい、このシーンなんだけど、どんな感じだったの？なんかね、うん、ボールが斜めに来た時はもうボールと一緒に動かなきゃいけないから、キーパーは、うん、で、そこで打たれそうだったからダイビングした。ダイビングした。そっか、これすごくいいシュートなんだよね。もうこれ多分触らなかったらポスト当たって入るかっていうぐらいのギリギリのシュートだったんだけど、しっかり足をこう運んでその後ね、しっかりこういいところに弾いてコーナーキック
したんだけど、すごいなと思ったこれ見た時。ファンの前止めた時ね、うん、これ一番スーパープレーかもって思った。思った。そっか。で相手チームは県内でもねかなり有名な強豪チームの4年生だったんだけど、うん、上手にドリブル運んできたり、いいコースにシュート打ったりとか、まあ正直止めたよりも決められた数の方が多い試合にはなったんだけど、まあ3本だけじゃなかったからね、他にも止めたところあったけど、もうよく止めたなと思います。はい、はい、でもう近々また試合が入りました。はい、うん、今回の反省だったりね、生かして次の試合も頑張ってください。はい、はい、全体通して試合はどうだった？失点されることも多かったけど、うん、失点されるのも悲しいけどね、うん、やっぱ自分が止めるのはね、うん、いいと思う。嬉しい。そっか、キーパー好きだ。好き。はい、じゃあ今回の振り返り動画は、ね、これでおしまいにしようかなと思うんだけど、うん、試合が終わった後こういう形でね、これからも撮っていけたりとかしたらなと思うから、うん、その試合がどうだったかとか、そういうのもね覚えててもらえたらなと思います。はい、はい、この間パパちゃん言ったでしょ、試合の内容とかしっかり覚えれてる選手はいい選手だってね、うん、それに対して反省して改善できるね、これから頑張りましょう。はい、はい、じゃあパパチャルは大事な試合があるので、はい、パパチャルはね旅に、うん、旅に出ないよ。勝てばリーグほぼ優勝確定なのかな、うん、うん、なのでしっかり勝って関東昇格して、またジャイアント和樹さんたちとね戦えるように頑張りたいなと思います。はい、はい、ポポちゃん頑張って。はい、よーし、パコハノチャル TV ちゃっちゃん、あれおはよう。おはよう。起きるの早くない？じゃあポポちゃん試合行ってくるね。でらっしゃい、カンペネー。はい、よいしょ。もう一回寝ときな、ね、絶対寝ないじゃん。じゃあね、バイバイ。いい準備しましょう。はい。やばいよね、そうなったらね。やばい。どうした？
切り替えをやって、パワーパワー近っ、いいよ、夏はまだ、はい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 、おお、キーパー切り替え、夏切り替え、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 はい、リオはい、シェゴ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 大師シェゴシェゴ移動シェゴだね、最後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 リード最後最後よっ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 最後よっ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 はい、今帰宅しました、結果はカノチャルに報告するときに皆様にもお伝えできたらなと思います、次回が最終節なんですが、最終節だけ、いけないので、まあ、少し残念なんですが、しっかり勝ってまた関東昇格に向けて、頑張りたいなと思います。はい、ちょっと話は変わるんですが、最近カノチャルが、まあ、試合だったり練習だったり、日頃すごくこう頑張っている姿を見て、カノチャルだけじゃなくてやっぱりこうパパチャルも何かにこうチャレンジしたりとか、もっと頑張りたいなと思いました。で、新たなチャレンジを考えていまして、また動画にていろいろと報告できたらなと思います。ただこうパパチャルもこれからさらに頑張るということをですね、皆様にもちょっとお伝えしたくて今動画を撮りました。はい、それでは今からお家に帰ってカノチャルに報告したいと思います。ただいまー、おかえり、来た来た来た、今日は勝った、今日は1対1の引き分けだった、引き分け、またそう、前回と一緒、ね、うん、ただね、次引き分け以上で優勝が決まるから、はい、じゃあこの後少しまだ撮影が残っているので、知らなかったよね、ちょっとパパチャルシャワー浴びてくるね、はい、まだ動画は続きます、はい、はい、カノチャル TV ちゃっちゃん、はい、ピシッと、はい、秋冬モデルのアールズコートさんのウェアが届きました。はい、今回もカタログだったりホームページだったり、あと店舗、お店のポップとして使われるようになったので、はい、ぜひ皆さん見てください。はい、ね、かわいいね、ここもお気に入り、黒いのね、かわいいね、うん、はい、じゃあ撮影していきましょう。はい、近づいてくださいやめろやろ、ほぼちゃるがなんか突き飛ばしたみたいになるいい感じ、おしょろパパチャル、そうだね映っとるかな、お揃いですはい、撮影終わりました。はい、洋服どうだった、かわいかった、かわいいね、ぜひ皆さんも買ってみてください。はい、カノチャルもいつも着てるもんね、うん、うん、はい、じゃあ最後の一言お願いします。いつもカノチャル TV 見てくれてありがとうございます。グッドボタンもお願いします。カノチャル5万人目指してるので、レッドなら登録してください。それじゃあバイ、はい、バイバーイ。
負け。見てくれてありがとう。いいね、チャンネル登録もお願いします。